どうも皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。今日は、はい、今日はというか、まあまあもう時期梅雨に入って、まあ雨がね、ずっとしい季節になってきますけれども、うん、雨降るとね、こう革靴とかね、のケアが大変だったりとか、まあいろいろ面倒な時期なんですよね。で、今日は右近主任が履いているレインブーツのご紹介を。出てるやつですね。そうですね。なんかビジネスでレインブーツって、うん、まああんまり僕正直聞いたことなかったというか気にもしてなかったんですけど、最近見かけるようになってきたっていう感じですかね。あるんですね、うん、実際。そうなんですよ、ありますあります。で、うん、まあ今回ご紹介させてもらうのはサイド側のタイプのレインブーツなんですけども、サイドゴアブーツですね。サイドゴアブーツです。まあこういうカジュアルでも、まあ、ビジネスでも使えそうなデザインのものですけど、うん、そうですね、すっきりしてます。はい、これはだから革じゃないんですか。そうなんですよ。まあパッと見はね、結構革っぽいですけど。そうなんですよ。PVC 素材って言って、ポリ塩化ビニール。ポリ塩化ビニール、そうですね、まあ、耐久性に優れておりみたいなやつですね。あのゴム系の素材ってことですよね。だからそうですね、ちょっとまあ触ったらゴムっぽいけど、まあ見た目はそんなにゴムゴムしてない、うん、触った感じはね、なんかちょっと革に近い手触りなんで、うん、あの全然そのビジネスでも使えそうな感じですね。でそこがゴム素材なんで滑り止めに届きますね。そうです。雨はね、ほんともういつも思うんですけど、駅のその構内、はい、っていうんですか、怖いですよね。あの辺めっちゃ滑りますから。滑りますね。レザーソールのものとかだと、うん、こういうラバーソールだと安心ですよね、うん、滑りつつ。そうですね。まあなんでサイドゴーかっていうと、やっぱりストレートチップのタイプとかプレーンというのはまあ普通の革靴っぽいのもあるんですけども、サイドゴーの方がまあ足首上までカバーしてくれるんで、雨の跳ね返りとかですね。あ、なるほどね。そうです、そうです。ここまで足首まであるからカバーしてくれるんで、よりより濡れ、雨濡れからそうです防いでくれるってやつですね。なるほどね。そうですね。実際どう、あのもう何度か履いて、うんうん、そうですね、んですよね。この間豪雨やったじゃないですか。ちょっと数日前すごいね、丸一日大阪はすごいことになってましたね。激しい雨が降った日があって、あの日でも全く問題なかったですね。もう濡れる中に入ってきたり、もう全くないです。めちゃめちゃめっちゃいいですよこれ。でパッと見のデザイン本当に何ら普通の革靴と変わりないんで、そうですね、ビジネスで履いてもらえるデザインですよね。うん、雨の日は本当にいいんじゃないかなと思います。まあサイドゴーやっぱ履きにくいなって方はそのストレートチップとかプレーン2の方ちょっと探してもらったら、このレインファブスというメーカーのこういうレインブーツらしいんですけど、そうですね、もう本当にそのレインブーツに特化したっていうか、レインブーツしか扱ってない。そうですね。ので、まあこれ、このサイドゴアブーツ以外もさっき言ってたその紐タイプの、まあストレートチップであったりとかプレーン2のものとかも普通のビジネスの、そうですね、ありましたありました、形の靴もあるので、まあちょっとこう、これはちょっと使えないなという方も全然あのいろいろ見ていただけると思うんで、これしかもお値段もそんなに高くないんですよね。そうですね、これが1万円。安くないですかこれで。1万円めちゃくちゃ安いですね。なんだったらまあ普段履けなくもないですからね。全然普段履きもできますよ、うん、雨の日じゃなくても、うん、もう全然履けます。もうね、本当雨の強い日スニーカーでも何でもかんでもぐちゃぐちゃになっちゃいますから、ね、泥になりますからね。一気に汚れちゃうんで持っといた方がいいですよね。いや、そうですね、レインブーツって、うん、足元から一番濡れやすいとこですから足元はね。ぜひぜひ気になった方は、はい、レインファブスで検索してみていただければいいかなと。その他にも大手メーカーさんからとかもいろいろ入ってたりするんで出てたりしますね。あの手軽に買っていただけるので、気になった方はぜひ、そうですね、見ていただいたらいいかなと思います。はい、はい、ということで今日は右近主任が、はい、まあ、普段履いているレインブーツ、レインファブスというメーカーのレインブーツをご紹介いたしました。はい、はい、この動画を面白いと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。